マクラーレンカイ1、マクラーレンカイ1、マクラーレン F1 は、マクラーレンカーズ、ゲンマクラーレンオートモーティブが1991年に発表したスーパーカー。マクラーレンの創始者であるブルース・マクラーレンの果たせなかったマクラーレンの名を冠したロードゴーイングカーを普遍化することによって、そのマクラーレンの力を証明するために開発した車である。設計は、 ブラバムやマクラーレンの F1 マシンの設計者である自動車デザイナーゴードン・マレーの手によるものでマレーの思考や思想を十分に反映させたデザインとなっているエクステリアデザインはピーター・スティーブンスである新車価格は当時日本円にして約1億円であったがそれでも売れば売るだけ赤字になるというほどコストが惜しみなく注ぎ込まれた車である。 フェラーリカイ40、ポルシェ959などがあったが、カイ40は、ランチアー C2、959は、ポルシェ 962C の双方ともに、グループ C レーシングカーから転用された、ターボ下級サタン、レーシングカーエンジンであり、居住性よりも、性能を優先させた、行動を走れるン、レーシングカーといっても、過言ではないものであった。そこへ、 ホンダが NSX を市販し、エンジンが小さく自然吸気のために絶対的なパワーでは全くかなわないものの当時のスーパーカーと、呼ばれた他の車種の極端に低いルーフや視認性を妨げる高いダッシュボード、足回りのためにオフセットしたペダル等とは違い、その居住性を重視した設計は、従来のスーパースポーツとは一線を画していた。 マレーは求める絶対性能は違いこそすれ、NSX をベンチマークとし、会一の開発中も NSX を所有し、居住性等をスポーツカーとしての指標としていた。さらにマレーは20世紀最後の工業製品として、10年、20年後にも見劣りすることのない究極の自動車をテーマに掲げ、これを具現化させた。マクラーレン会一は、 スーパースポーツの常識を塗り替え、スーパースポーツの基準を大きく引き上げた。ミスター・ビーンで知られるローアン・アトキンソンが所有していたが、カーボンモノコックボディのため追突事故の修理に、新車の F1 に匹敵する金額が必要となった。なお修復後も乗り続けたが、2011年8月4日に、自損事故で大破させている。その後も大掛かりな修理を経て、 現在も所有している。フォーミュラ1ドライバーのアイルトンセナも発売が決まると、同に第一号車の予約をしたが、1994年、3割の GP で多界してしまったため、彼が、その第一号車に乗ることはなかった。また、カイ1好きでも知られた元ビートルズのメンバーである、ジョージ・ハリスも生前所有していた。ハリスンの没後は、進行があった元カイ1ドライバーのデーモンヒルが、譲り受け、 現在も大切に保管されている。ハリスンからのオーダーによってエンジンカウルの内側とキャビン内に純金製のガネーシャの小さなレリーフが取り付けられていた。日本においては1990年代にタグホイヤーの販売イベントで各地の時計店を巡回した。地方在住の者にはこのイベントで初めて実車を目にした者も多い。また、 三日八記年が出演した昭和シェル石油の CM にも登場したほか、ケンウッドの広告にも設計者であるゴードン・マレーと共に登場しているケンウッドのオーディオシステムが標準装されているため、バタフライドア、グループシーカーを連想させるような戦闘的かつ空力を有効活用するスタイリングなど特徴は多岐にわたるが、この車の最大の特徴は、 非凡な運動性を実現すべく、重量配分に関わるレイアウトを徹底的に煮詰めているところにある。まず、ドライバーシートがセンターに置かれ、その左右に若干交代して、助手席が配置される、市販車としては類を見ない独創的な三人乗りになっている。これは、運転手一人だけが乗車していることと仮定して、運転席を中央に配置することにより、 左右どちらかへの重量の偏りを防いでいる。さらに左右のホイールハウスによるスペース上の干渉が避けられるため、ペダルの配列の自由度が向上するメリットもある。そういった配慮は、シート配置だけではなく、エンジンなどの重量ものは、もちろんのこと、トランクルームでさえも、運動性能向上のためには、望ましいホイールベースの内側に入れてしまう、徹底ぶりである。ただし、 スペアタイヤはスペースの関係上搭載が不可能だったため代わりに応急パンクシューリキッドが用意されている。またフロントバルカヘッドにステアリングギアボックスのケーシングを一体性で設けているという点も特筆される。ボディは回一マシン譲りのカーボンコンポジット材で成形された軽量モノコックボディで40点以上のピースを接着剤で組み合わせる構造を持ち、 フロアにはアルミファニカムをカーボンファイバーで挟み込んだ光合成素材が使用されている。徹底的に金属素材の使用を排除していった結果、モノコックボディ単体で 180kg、エンジンなどを含めた総重量で 1140kg と驚異的な軽さに仕上がっている。ちなみにこのカーボンファイバーの焦製に使用されたオートクレーブは、 マクラーレンカーズの本社から少し離れたギルフォードにある施設で制されたが、もともとこの施設はジョン・バーナードが機材ごと施設を売却したフェラーリカ一のコンポジットファクトリー、ギルフォードテクニカルオフィスそのものである。エンジンルーム内側は、遮熱のために金箔22金が貼り付けられ、エギゾーストパイプ及びマフラーはインコネル製、その上、 車載工具やウィンドウウォシャー液タンクの蓋までも、チタン号の削り出しと、高価な素材が、本当に、惜しげもなく使用されている。金箔による、遮熱手法は、レーシングカーでは割とよく行われており、ただし、金は重いので、金箔といえども大量には使えない、エギゾーストパイプも、 追突事故の際は衝撃吸収剤として機能する配置にされるなど実績のあるものを適材適所で妥協なく使用する手法を取りつつ、それらをロードユースにも適合させるという極めて困難と思われる課題も非常に高いレベルで実現している。ミッドシップにマウントされているエンジンは BMW モータースポーツ g m b h 製で、 元は BMW8 シリーズ二動車が手を加えた M8 に搭載されるはずであったが、結局生産されずに、お蔵入りとなってしまったもの。S70、2型というコードが付けられた。このエンジンは、6.1LV 型12、気筒 DOHC48 バルブで、出力は、リッター100ビット HP を超える627ビット HP を達成していい。当時、世界で、 最も出力の高い車として、ギネスワールドレコーズに認定された。ロードカーとはいえども、エンジンの特性そのものは、レーシングカーに近く、フライホイールを持たないエンジン本体の鋭い、レスポンスも、さることながら、カーボン製小級クラッチプレートを使用した多板、式クラッチの完成質量の低さがそれに寄与している。当初はホンダからの V8 もしくは、V10 エンジンの供給を望んでいたが、 マレーの再三の要請にも自前の NSX で、すでに赤字を出していたホンダは答えず、ブラバム海一時代のつてを頼って BMW から供給てもらうこととなった。エンジン本体にはトラス状の構造物が頑丈に溶接されており、これを車体側の上下計4カ所のジョイントで強し決する構造となっている。これによってエンジンの脱着を楽にすることで、 整備時のサービス性向上を図っているほか、エンジンそのものを、車体のストレスメンバーとして、シャシーと一体化することを実現している。このあたりにも、マレーの革新性が伺える。ラジエーターは、車体前方の左右に,に分割して搭載され、ドアサイドに大きく刻まれた斜めのラインに沿って、フロントホイールハウスの気流と共に排気、放熱される。また、マレーが、 ブラバム時代に製作した、イイチマシン BT46 六倍とファンカーと同じく、車体仮面に流れ込んだ気流を吸い出すファンを採用している。さらにリアエンドのリップスポイラーが速度に関応して、リフトアップするなどの空力デバイスを装備している。しかし、後述する GT-R においては、ダウンホースの不足が指摘されることとなる。 ギアボックスは、ワイズマン製エッジパターンの6足、シンクロメッシュ式トランスミッションを採用。縦置きではなく、横置きとなっており、エンジンに組み付けられた状態でも、非常にコンパクトであり、またリアサスペンションのアームもギアボックスに取り付けられ、サスペンションからの負荷を負う構造となっていて、このあたりもレーシングカーの上等手段を取り入れた、設計となっている。 車両自体のコンパクト化を実現するため、スペースの問題から、シフトレバーとトランスミッションを、ロットでリンクすることが難しいため、ワイヤーリーンケージによって連結され、作動する方式を採用している。ブレーキシステムは、前後ともブレンボ製4ポット。ディスクは冷却性が向上する、ドリルドベンチレーテッドディスクで、キャリパーは、剛性の高いモノブロック式となっている。当初、 会一マシンにも採用されているカーボンディスクブレーキも検討されたが、ロードカーとしての実用面での問題を解決することができずに見送られた後の GT-R では実現している。サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーン式でフロント側はインボードにマウントされたコイルスプリングとダンパーをアルミ鋳造製のロッカーアームを開しロットを押す。 フッシュロット式が採用されているリア側は一般的なアウトボード式。車両の重量バランスと規定されていた重量を実現するため、車載工具が、がタン合金であるほか、標準装備されているケンウッド、ゲン、JVC ケンウッドケンウッドブランド製オーディオシステム、細かく重量が指定された特注品であるなど、重量に対するこだわりも特筆に値する。また、 30秒で車内の空気が入れ替わると言われた高性能の空調機器を搭載するなど日常での使用にも応える快適性を持たせている。これは口述する GT-R でもドライバーから車内が熱くないと言われたことからもわかる通り動力性能一辺倒になって忘れ去られがちになる適性という自動車にとって大切な性能の一つをしっかり抑えていた。 ゴードン・マレーの視点の鋭さを垣間見る点でもある。ノーマルの状態で最高速テストを行い、時速 371km の世界記録を達成したものの、これはあくまで参考記録であり、公式な記録ではないために非公認上の数値となっている。無論、ギネス世界記録にも掲載されていない。その後となる1998年3月、ドイツのボルフスブルクにある、 9km の直線区間を有するフォルクスワーゲンのテストコースエーラレッシェンにおいてアンディ・ウォレスのドライブによってほぼノーマルの状態で最高速テストを行い時速 391.0km を公式に記録したこの記録は最大出力発生回転により上で得られたものでもし7速トランスミッションを搭載していたとしたら 推定瞬間最高速度は時速 400km を超えていたと思われる。価格は当時としては超高額の1億円のスーパースポーツカーと言われた。この価格の中には、車載工具ファコム製のチタンで作られた特注品などのほかマクラーレンカーズ本社における購入者の体格、嗜好に合わせたシート合わせの代金などが含まれていた。 フェラーリイ40の市場での実勢価格も1億円程度だったことから、ロンデニスは、より優れたマクラーレンイ1は、フェラーリより売れると単純に考えていたが、当時は、スーパースポーツの主な市場であった、中東の富豪や北米の富裕層に、イ1チームのマクラーンの知名度が低く、また、本職のレーサーでもなければ乗りこなせない性能や、非日常的なインテリアの影響もあり、 販売数は伸びなかった。中古車を取引する場合、マクラーレンカーズと購入希望者との直接交渉によって売買が成立すると言われる。また売却後は、マクラーレンカーズによって大がかりなオーバーホールを経て、新車同様にリビルドされ、アプルーブドカーとして新たなオーナーのもとに届けられる。採算を度返しし妥協することなく作られたこの車は、 レースにおいてもいくつもの好成績を残している。レース活動を行うにあたっては、BPR シリーズ、後の FIAGT 選手権を経て、現、FIAGT シリーズの母体に参戦していた、ジェントルマンドライバーと呼ばれる、アマチュアドライバーたちの要望を答える形で始まり、マクラーレンか 1GTR を供給した。外観は最低限の空力部品を追加しただけの、ように見えるが、 中身の主要部品は、レース用に再設計、レギュレーションに合わせ、エンジンの排気量も変更された。ブレーキディスクもカーボンに変更されたが、温度管理等が難しく、カテゴリーによってはレギュレーションで禁止されたため、中鉄製、ディスクローターも準備された。1995年ノルマン24時間レースでは、設計者のゴードンバレーが、クラッチやトランスミッションが24時間保つとは、 保証できないと懸念を隠さなかったが、決勝で雨が降り終われの展開となる中、JJ レート、ヤニック・ダルマス、関谷正則組が運転する国際開発有形が総合優勝を果たした。しかし、ダウンフォース不足が露呈し、マウリツヨ・サンドロ・サーラは、ダウンフォースがほとんどないに、等しいと言い切っていた。この総合優勝を記念して、 エンジンのパワーアップ他大幅なチューニングを施し、空力パーツを GT-R と同一とした限定車、マクラーレンカー 1LM が5台の未製造、販売された。ルマンで優勝を果たした車両は、サルトサーキットに隣接するルマンミュージアムに、ドライバー3人のヘルメットと共に展示された。現在は、マクラーレンカーズのアーカイブに保管されており、今でもその姿を見ることができる。 1996年には、エンジンの搭載位置を 20mm 下げて、重心を下げるなどの紹介量を施したが、この年登場した、ポルシェ 911GT1 に苦戦を強いられる。ルマン24時間レースの結果は、総合4位がやっとで、ルマン制覇のみを目標として開発された、純ゲーシングマシンのポルシェ 911GT1 には、歯が立たなかった。 1997年、ポルシェ 911GT1 や AMG、メルセデス CLKGT-R に対抗すべく、設計を一からやり直し、前後オーバーハングを伸ばして、空力特性を向上させたマクラーレン海1、GT-R1997 で、FIAGT 選手権及び、ルマン24時間レースに参戦。ルマン24時間レースにて、総合2位を獲得した。 ホモロゲーション車両として、ロードバージョンが3台製作されている。搭載エンジンが BMW 製だったこともあり、BMW のワークス活動においても使用された。日本国内では、1996年の全日本、GT 選手権、現スーパー GT、GT500 クラスにチームラークマクラーレン、後のチーム協が参戦し、総合優勝、ドライバーズタイトル、 チームタイトルの2巻を果たしている。しかし、あまりの強さゆえに、車両規定のあり方をめぐって、日本製 GT カーとの圧力を起こすことになり、1997年より採用予定であった、車両規定を前倒しす形で、日本車重視のマクラーレン潰しとも取られかねない、性能調節が行われた。結果として、チームラークマクラーレンは GT アソシエーションから、 抗議打開してしまい、チャンピオンになったにもかかわらず、GT オールスター戦にも呼ばれず年間表彰にも招待されないという過言を残した。最も当時の全日本 GT のレベルからすれば、マクラーレンの参加は F3 のレースに、下一マシンが出走するようなもので、そもそも、間違いな存在だった。例えば問題のシーズン中のルール変更以前に、 当初から600馬力以上あったエンジン出力は400馬力ほどまでデチューンされていたが、それでも圧倒的に速かった。また、バブル景気崩壊後に限られた予算でマシンを開発していた日本勢からは、大金で買ったマシンで参戦するスタイルも反感を買っていた。しかし流霊かつスタイリッシュなマシンは各地で高い人気を集めた。 1997年シーズン終了後は、ルマンやイギリス GT 選手権などに細々と出場していたタワ売却、保管され、事実上レースの第一戦から退くことになるが、全日本 GT 選手権では2003年までその名脈を保ち続けたほか、スポット参戦も含めれば2005年まで断続的に参戦が行われている。 ロードゴーイングカーベースの GT レースカーとして不動の位置を保ち、その一方でゴードンマレーが堅くなに守った、まずロードカーありきの GT レースカーというジレンマの中で結果として GT1 カテゴリーの開発の激化を招くなど GT レーシングの意義を問う過渡期に活躍したマシンである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。